はいどうもレビペンです。今回はウォーフレームのアルコンについて復習していきます。アルコンにはメインクエストの新たな対戦で苦しめられた方も多いことでしょう。若干のネタバレを含めますが、新たな対戦の攻略とアルコンの復習を兼ねて早速見ていきましょう。まずはナイラです。蛇の頭とマグプライムの体を持つアルコンです。範囲攻撃と毒の状態異常を使ってきます。体力を削ると叫び声を上げ、操作キャラを石化させてきます。防ぐには叫び声が上がった時に2番目のアビリティボタンで煙幕を叩くか、遮蔽物に隠れるかすれば石化を免れることができます。アルコン共通のテレポート能力とセンティエントを召喚する能力があります。石化を免れる手段はどうなるか気になるところです。お次はボリアルです。フクロウの頭とロキプライムの体を持ちます。タリバンのようななぎ払いビームや電気範囲攻撃が強力です。電気の範囲は分かりやすいので避けやすいかと思われます。体力を削ると叫び声を上げ、操作キャラを押し出してまばゆい光を放ちます。この間は操作キャラの2番目のアビリティの煙幕を焚くことで光の中に入り込み攻撃を加えることができます。こちらもアルコン共通のテレポートとセンティエント召喚能力があります。光を放った時どう対処するのかが気になるところです。最後はアマールです。狼の頭とライノプライムの体を持ちます。飛びかかりと炎のブレスがかなり厄介です。後半戦で戦う場所の岩場をうまく使うと引っ掛けることができます。体力を削ると分身の術を使ってきます。操作キャラの3番目のアビリティボタンで本体の居場所がわかります。画面左上のマップに赤い三角が出るので参考にすればより正確に位置がわかります。こいつは瞬間移動はできませんが、他のアルコン同様にセンティエントを召喚することができます。以上がウォーフレームのアルコンたちの大まかな能力と挙動です。新たな対戦では体力回復アビリティも使えますので上手に使っていきましょう。アルコンには結晶のようなものが刺さっているので、それが新しいミッションの報酬になりそうですね。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。大型アップデートが入るまではウォーフレーム関連のこのような動画を作ってまいります。続きを求める方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回、さよなら。